くお願いします。この動画はですね、はい、毎週、水曜日21時から、はい、配信しております。ラジオトークの生配信の様子をね、そうですね、生配信の様子をお届けする動画になっております。はい、よろしくお願いします。2分ほどあるんですけども、はいはいはい、はい、オープニング動画というかね、はい、まあ、なんか本当になんかもう1週間経ったのかといった感じですけどね、まあこう何毎回言ってるけど、はい、もうこうやって年取っていくんだなっていうことですね。まあそうですね、はい、基準となってる、はい、その絶対1週間に1回これするっていうのは、はい、これだけですからね、決まってるのは。あ、そうです、ね、レギュラーというか、確かに、うん、あ、じゃあ、またちょっとお伝えしてないことがあるんで、ちょっとお知らせではあるんですけども、私、うん、藤原理恵、はい、あ、理恵ちゃん、うん、パーマ当てました。よろしくお願いします。なんか言うてもええよ。いや、何も言わんかったらどうなるかなと思って。いやいや、こうなるから。私が何か言うてもいいよって言うだけなんで、はい、こうなるので言ってください。それからね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもう、もしもし、はい、ラジオトーク始めましょうか、なんなら。そうですね。いいですか？はい、大丈夫ですよ。それでは。あ、いいですか？いいですか？はい。一応ね、時間ちょっきりね、はい、あ、ちょっきりでね、守りたい派ですか。はい、やっぱラジオ、はい、ラジオとはそういうもの。そうです、はい、時報とともにね、はい、今回もね、スコア、1000スコアを目指すって言ったこともないんですけどね。まあまあまあ、はい、基準で、はい、基準というね、はい、目指していきましょう。はい、はい、始まります。はい、あ、でもこっちが、はい、あっちがちょっとね、早めにはしてるんですよ。意図的に、はい、ちょっとだけ、はい、なんかちょっとすぐずれるんでね。まあ意図的じゃない、はい、それやったら意図的にしてるんです、はい、はい、スタートでーす。はい、よろしくお願いします。じゃあシェアさせていただきます。まずね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ですね、はい、今日始まりまして、はい、一週間経ちましたけど、はいはいはい、はい、この前に今日あげたのね、はい、ラジオトークでいろいろ言ってたんですけども、はい、コンビニのね、ああ、コンビニのね、うん、まあ、お客さんのね、うん、バイトの話というかね、はい、なんかもう普通に変な、あ、テコデさん、あ、テコデさんありがとうございます。アガミンさんもありがとうございます。やったやった、はい、明日、はい、ガミンさんも明日頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。絶対に頑張ります。絶対にね。絶対の絶対に頑張ります。絶対には。はい、うん、よろしくお願いします、ね。お願いします。明日かけるチャレンジバトルですから。そうですね。そうなんですよ。明日かけるチャレンジバトルで。うん、まあ、その、もう本当、まあ、当たって砕けの精神ではありますけどもね。まあ、もう今できることを、はい、一生懸命やるという、まあ、こういう時期やから逆に良かったかもしれんけど、はい、うん、行って寝たしてすぐ帰るもんで、まあそうですね、肩身狭いから、ね、はい、うん、まあ一人残らず、あ、ダメなんで、そうですね、はい、それ私が残らしてもらいますけども、後輩ばっかりやから、あ、うん、気まずい、降りづらい、降りづらい、うん、まあ降りづらいというか、まあその降る場所はちゃうやろうけど、はい、うん、まあその後にライブあるから、はい、そのメンバーおるかどうかっていう感じ、ああ、なるほどね、うん、そうそうそう。まあ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 、YouTube のライブは見たけど、あ、そうなんですか、うん、いや、テルコジさんも勝ちましょう、勝ちましょう、いや、勝ちますよ、うん、もうそれはもう勝つのみなんですけどね。まあそうですね、はい、まあ、だからこの YouTube、動画撮ってるんですけども、はい、上げてる時にはもう結果は、うん、出てますね、はい、白くは、はい、出てますけども、はい、これがまあどうなってるか分かりませんけど、うん、ちゃんと撮れてると思う、撮れてた、ありがとう、はい、ピカルがね、今ね、帰ってきてね、私が炊いた鶏飯を食べてます。美味しい、はい、あれかった。いや、あのコストコのチキンがね、ちょっと余ったんでね、そのチキンをちょっと、はい、身外して、うん、で、あの炊き込みご飯にしました。ちょっと薄めやったかなと思って、ちょっとあの後で、めんつゆだけちょっと足して混ぜて、うん、あ、めっちゃ美味しいです、ね、あ、ほんまに作りがいがありますわ。が、しっかりご飯食べてる、はい、久しぶり、久しぶりというか、はい、あんまいい見たことないでしょ、うん、なんでかわかります、今ね、うん、お金ないんです、あのこと、そうだね、そういうこと、家で食べるしかないんです、いや、そう、まあ、そうなってくるのか、どっちにしろそうなるか、はい、もん食うてても行き着く先をここか、はい、そうですね、自炊になるか、そうなんですよ、だから、あの、ちょうどいいなって、その、合わせる、はい、あの、ね、その辺にコンビニで何か買ってとかってせんでいいし、確かにね、はい、
体には良さそうな気はしますけどもね。今ご心配ありがとうございます。まあまあまあ。今度ね、やっぱね、はい、ガタ来るから。そう、でもそれ、勝間さんずっと言ってますね。うん、今食べてるものが10年後に来るでって。体に影響してくるから。で今日、はい、ちょうどピカルンのね、バイト先を、チカ子先生の自転車で通ったんですよ。うん、で、あのピカルンね、グミ屋さん、あ、はいはい、キャンディア55っていうね、あの、カラフルな、うん、大丈夫やね、うん、バイトしてるんですけども、あの、ピカルンが食べてそうなグミがかしょってるわって、二人で言いながら。ちょっと色とかもやっぱ奇抜なんです。海外のスーパーに売ってるようなっていうことだよね、はいはい、うん、でもその中にね、もうほんま同じようにキャンディーの色したみたいな、ね、人間がね、うん、掃除してたんですよ。よう見たらピカルでした。キャンディーの擬人化かと思いましたけどね。あ、ほんまやな、はい、ほんまやな、ちゃうね。困ってしまった。何か急に目を泳ぎ出してほんまやなって言いますよね。珍しいこともあるもんですね。なんか私ね、あのふとね、明日のね、そのチャレンジのこととか考えて、急にね、心臓グーンってなんかドキンってする、なんかわかります？急になんか緊張が急に来るときあるんですよ。ああ、まあ緊張はまあそうやな、はい、そのまあ明日に関してはなんか、はい、なんかまあ普通に久しぶりにっていうので楽しみやなっていうのだけやかな、はい、ああなるほどね、後輩ばっかりやし、はいはいはい、なんかそう、なんか想像とかしたらやっぱいつもチャレンジの時絶対緊張するんで、うん、なんかそのなんか状況とか考えたら急にドキンってなるんですけど、いつかこのドキンに殺されるんちゃうかなと思って。そう、まあその、はい、確かに寿命は縮んでると思う。なんかね、うん、その、はい、院長と緩和じゃないけど、その、はい、俺もようなんか頭痛なって言われるとか、なりますね、うん、わかりますね、緊張してたらちょっと、それが一気に緩んだら、はい、そのね、頭痛ね、しますわ、なるから、はい、なるなっていうのはあったけど、はい、明日に関しては今はね、はい、気楽なもん、はいはい、かな、なるほどね、うん、で、まあせやな、はい、とかやっぱもうそのチケットに追われてたから、あ、夢とかでよく見てたもん、チケット売れてないっていう、うん、うわ、実際売れてへんし、ほんでわけわからない、せめてチケット売れてる夢にさせてくれたけど、ほんまに追われまくってますやん。だから、ね、まあ、逆にだから起きてがっかりすることはなかった。あ、なるほどね、うん、確かにありますよね、うん、あの起きてがっかりするやつ、うん、ほんま私もうヤマピーと付き合ってる夢見て起きた時マジでがっかりしましたね。老人ボムやん。え、どういうこと？あ、ありましたね。もうエッセー、老人ボムのネタも記憶から消してくれよ、頼むから。ヤマピー先生な、ヤマピー先生おったな、なんかそんなやってましたわ、やめてくださいよ、やめんでもいいけど別に。でもほんまその時はもうやっぱショックでしたね。でもなんかそういうね、夢ってね、結構しょうもないくないですか。まあまあまあ、まあ、なんか現実味がないからね、はい、うん、めっちゃ美味しいご飯いっぱい出てきたとか、もうその時は私、あ、もう心底で売るやんと思いましたね。わ、そうやな、はい、そうなるとな、はい、うん、ワクワクしたと思ったらそんな感じだったんで、多分ほんま心底で、え、ロジーボブ懐かしい。ひかばちゃんね、ひかばちゃん知ってるからね。ロジーボブ懐かしい、いやほんまに。ロジーボブ見ました、見てね。テルマさん笑ってねえよ。ロジーボブ見ましたね、爆笑の映画。いや、顔文字はさ、もういじり倒してるよ。おもろかったよな。いや、おもんなかったよ。おもんなさすぎておもろかったでしょ。そんなことしてんねや、思って。いや、いいんですよ、あれもうほんま。恥ずかしい。いいですけどね。うん、まあ、いい思い出なのかもしれないですけども。いい、ね、はい。今日ちゃんはこの間ね、そのね、なんか構造チャンネルのね、歌うやつ行ったんですけどね、で、なんかもうみんなが緊張するって言ってるって、あ、そんなむっちゃ緊張するんや絶対と思って、で、ちゃんとね、その前にちゃんと練習して行ったんです、カラオケ行ってね、でちゃんと歌ってね、で取り出したんですけど、だからいざやったらそんなやっぱ緊張しなくて、うん、まあまあまあ、はい、うん、多分できひんと思ってるから、なんていうの、まあ、うまくいこうってあんま思ってなかった、はい、期待してなかったから、だからそれはだから余計に緊張せんかったやろなとは思ったんですけどね、はい、めっちゃちゃんとしてるんですよ、機材とかもね、で、うわーと思って、ほんで撮って、で何回も撮り直しできるからねっつって、うん、ほんで4回ぐらいファーストテイクに見せかけて、はい、うん、あ、なんかあれは別にそのファーストテイクじゃないです、はい、歌うっていうだけなんで、でなんか、2回ぐらい練習でやってみて、うん、あ、こんな感じなんで、ちゃんとねヘッドホンから自分の声も聞こえて、
うん、で音楽も聞こえてみたいな、はい、もうすごい、でちょっとエコーとか聞こえ、はい、かけてて、なんか綺麗に聞こえるんですけど、うん、なんかこれ歌い出して、でじゃあ本番撮りましょうってなったら、やっぱね、あのやっぱその本番って言う言葉だけやのに何も環境変わってないのに、うん、本番撮りましょうって言われた瞬間にやっぱりちょっと緊張してきてもって、うん、でまあまあ、そこは軽くなって済んだんですけど、で何回もやっぱ撮り直してやってもいいよ、もし気に入らんかったらって言われたんですけど、うん、これで2回ぐらい撮り直したんですよ、うん、変わらないですよ、まあまあまあ、特別なんかここあ いいけどここあかんとかね、うん、なるから、まあまあプロじゃないからな、そこは分かんない、そうなんです、うん、結局これね、やりだしたらこれ、キーないなってなって、まあまあ、うん、でもやっぱり私がそのままだと、コウゾンもそのね、あのハモリもできるから、でも、あもうここはもうちょっと裏返ったりしてたんですけど、でももう無理、うん、もう私はそのプロじゃないし、まあそうやな、はい、歌手じゃないから、うん、無理やし、まあ、もうこれでいい、うん、お願いしますってやったんですけど。うん、まあ、周りの、ね、人もいろいろ知ってる人ばっかしだったんで、うん、まあ、気楽に楽しくできたんですけど、うん、こう上がるのがちょっと怖なってきましたね、うん、確かにな、はい、歌馬が呼ばれてるイメージがあるからな、そうなんですよ、うん、歌馬が呼ばれてる中で、うん、顔おもろおばちゃんだけが出たんでそうやな、はい、でもなんか構造もなんかりえちゃんにはそのこれ歌ってくれてるだけで嬉しい、うん、あの面白そうやから、うん、嬉しい、はい、いいって言ってくれてましたけど、作ったみたいな、喜ばれて嬉しい、いやほんまね、なんかまあ無事に終わって、もうそれ終わってマジで気楽になりましたねそんな、はい、そんな感じだった。でも私、いやピカルな、あの私マジでめっちゃ練習してたやんな、めちゃくちゃ練習してた、で構造もえそんな練習してくれてた、ありがとうって、こんなん言ってみんな、うん、後で聞いて、うん、あ、まだあの出された時に聞いて、いや練習してこれからでなってまうかもしれないですけど、でもほんまにだって3日、1週間ぐらい前でしたっけ、うん、ぐらいからもうずっと準備やってました。で、ね、歌う時、あれ言ってんですか、蜂蜜は、あ、いいよ、あ、蜂蜜のね、そう、蜂蜜の舐めたら、めっちゃ声出るねんな、そう、なんか舐めらかなんですよ、声帯が、あ、喉がな、はい、うるおう、はい、なんかもう、蜂蜜は私めっちゃ嫌いなんですけど、うん、あの蜂蜜飲みまくりましたね、その日。でもそれめっちゃええ蜂蜜やったら美味しかったよ。そのまま1個また発見、美味しい蜂蜜食べれるんかいっていうそうだね、関係ないんですけど、前丸美さんのお店行きました、アイカパちゃん、あのうさぎね、日本酒うさぎ、うん、私も今日行きましたよ、カレー食べに行ってきました。結構やっぱみんな行ってくれてますね、うん、今、はい、一番うさぎ市場一番盛り上がってんじゃん。あーでもそうかもしれないですね、うん、今日もだって昼行ったんですけど、ランチでお客さんも3人ぐらい入ってましたよ。ヨミカさんとは会うけど、ああそうなんですね、うん、あのバイト先に行くんだけど、あ、そこそこ、家めっちゃ近いですもんね。そうやな、はい、うん、そっち側から、歩いて5分ぐらい、あ、そんなもんね、はい、そうなんですよ、うん、だから多分結構マルギもずっと入ってますしね。そうやな、はい、はい、で花岡ちゃんが、うん、あ、これ聞いてるかな、聞いてへんよ、聞いてたら絶対コメントしてくる。あ、そっか、うん、花岡ちゃんがね、あさって誕生日なんでね、あで、ちょっと飲みに行こうかって花岡ちゃんに言ったら、うん、心の友っていうなんか言葉で書いてきて、いつも飲みに行こう、あさって飲みに行こう、あさって飲みに行こう、はい、なんか聞くところによると生まれた日らしいや、うん、飲むって言ったら心の友ってお酒ちらつかしたらちょろいんで、花岡ちゃんはそうなんですよ。なるほど、はい、だから丸美の店行こうかなと、丸美、はいはい、が仕事なんで、うん、だから丸美の店でも行こうかなとは思ってますけどね、はい、はい、よかったら、うん、さん、僕、はい、僕はちょっと、はい、ガチガチのバイターですねあ、ガチバイター、ガチバイターです、ね、あー、ほなもうしゃあないですね、リエさんは勝信さんの誕生日プレゼント買いましたか、うん、あのまだ買ってないんですけど、もう決めてはいるんですなんか、はい、なんか、まあ、こんなんか、はい、ムズムズするな、何がなんかこういう、はい、そのまあな、明日勝信さん誕生日なんでね、はい、だからあの今日12時になったら、ありがとう、はい、私らから、うん、盛大にメッセージを送ります、はい、じゃあ12まで家で、え、おいくつになるんですか。34になります。うわ、あ、じゃあ私ちょうど10個なんですねって言いましたっけ、この前は。いや、じゃあ10個ちゃうんか、ちょうど10個、そうか、おのべさんと同い年です
同じ同じ同じ年。そうなんですね。そうやね。でも勝野さん34歳って周りの人とかに言ったら、うん、えってめっちゃ言われます。まあそうやな。勝野さんはだから多分な40ぐらい見られます？まあそうやな。まあないくつとは言われんな。そのだから前説とか、はい、まあ、そういう。つかみというか、はい、まあ、寄せとかで言うたらやっぱちょっとびっくりはされるな。反応は絶対これ来るなって分かってるから、はいはいはい、それ踏まえて、ボケとかは作るな、はい、あ、なるほどね。もうその反応は絶対 100% 来るから、はい、いやそうでしょうね。だってほんまになんか私と同じ、うん、同い年ぐらいみたいな、なんか違和感さある感じはせえへんって、うん、まあだからね、明日もちょっとそういう感じで、はいはい、うん、行こうかなとは。あ、まあまあまあ確かにね。そうそう、はい、だからあの勝野さんのプレゼントまだ買ってないですけど、うん、もう決めてはいます。はい。うん、それはあんまそういうのないな、その。なんかプレゼントがされたことないですか？いや、ある程度。奥さん嫌がりますか？いや、嫌がらない。別に大丈夫ですかね。そのあるけど、はい、その言わんというか、まあ、その感づきはするやん。その、はい、日近づいたら、はい、後輩から持ったこともあるし、はい、ね、というのはあるけど。はい、いついつ行けますみたいな、ご飯誘われてみたいな、はい、でもそうなんやろなっていう、はいはいはい、分かるけど、そのわざわざ言わんやん、用意してるんで来てくださいみたいな、はい、あ、はい、みたいな感じ。そうだから、はい、これは男女の差なんかもしれんけど、ああ確かにね、まあ、私はもう全然言いますよ、うん、はい、買ってますよとか、うん、あのもう決めてるんですとか、うん、だから欲しいもん聞くという感覚もないな。はい、それで言うたら、あ、いや勝野さんね、なんか欲しいもん聞いてもなんかええでとか言いそうやから、まあまあそれは、はい、だからもう、え、ちなみに欲しいもあります？だ、まあ、だからないっちゃないし、うん、難しいな、その、まあ、タイミングあるやん、その、はい、今欲しい言うてその衣類だし、衣類になってくるし、あ、まあそうですね、で結構やっぱ、はい、でね、今日ね、うん、服ね、メッカさんの見に行こうと思ったんですよ、閉、うん、まってないですよ、メッカさん今日水曜定休日なんですよ。あ、そうか、水曜か今日、はい、あ、順次行ってそう、でメッカさんうわ休みかってなって、うん、で服となるとやっぱ勝野さんこだわりがやっぱあると思うんで、まあまあまあ、はい、だからやっぱ絶対のメイドイン USA やろうしでこれデザイン可愛いなってなってもなんかいやこれはここがこうでとかなりそうやから、うん、まあ、ちょっと服はちょっとやめたんです、うん、はい、だからあのちょっとあの決めてますね。ね、はい、ありがとうございます。ひかぱちゃん、うるみとまるみが好きすぎました。あさって覗きに行こうかな。あ、うさぎね、うん、あ、来たら全然多分私らおると思う。何時までおるか分からんけどね、うん、ラッコさん、あ、拍手ありがとうございます。テレコさん、34歳で40歳のかけるメンバー面白すぎます、うん、まあ、皆さん期待していただいてるんでね、テレコさんみたいに言うてくれるお客さんばっかりだね、はい、あ、まあそうですね、それを踏まえてね、はい、そのまあ昔やったら多分めちゃめちゃ邪魔者扱いされたと思う。ああ、なるほど、ね。若手に譲れじゃないけど、その昔でもだいぶ前でそら、はいはい、ファイブアップ当初とか、ーベースの時とかやったら、うん、こんなおっさんは入ってきてって思われてたと思うわ。うん、若手に譲れよと。と、うん、嫌われてたと、まあ、はっきりしてたからね。なるほどな。その下向くとか、はい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 、その前、アメトークで言ってた。はい、愚痴山に対して睨むとかめっちゃおもろかったけど、まあ、おもろいですね、おっさんがやから、ね、はい、おもろいなそれ、うん、なるほどな、まあ、そう考えた今はなんか、まあ、そんなのあんまなさそうやなっていう、うん、確かに、その漫才以上としてなんか、はい、まあ、かけるメンバーとしてっていう、うん、なんかそうですね、なんかほんまにちょっとその、ね、入ったことないので私はね、うん、ちょっと時間があまりにもかかりすぎてるのでもうほんまに入りたい、まあまあ、はい、お金積んで入れるもんならそれはまあみんなそれで思いますけどね、まあまあ頑張りたいですけど、うん、おもろいな、また行き過ぎてるもんな、あんまり、まあな、だからなんかほんまにどう見えんねん、もしその自分が反対の場所なんで置き換えれないんで、うん、自分がお客さんやったらあの40歳のおばはん出てきた時どうなんやろうと思うお客さんか、お客さんとしては確かにな、はい、どう見えてるのかがマジで分かんないです。それで言ったらお客さん目線では見れへんな、あ、客観視はできるけど、その、うん、まあそうですね、確かにね、なんかほんでまた、はい、やっぱそのなんていうかな、まあグランドバトルもそうやけど、はいはいはい、その順位は大体なんていうかな、ある程度その決まりはしてるよ、はい、うん、その上位取るメンバー、はい、その間、うん、はい、
その超中盤で、はい、その中盤とか行き来してる回みたいな、ね、うん、あるけど、まあ、グランプリでもあるやっぱその序列というかね、はいはいはい、ってなるとやっぱ上位にいる方がやっぱ芸歴上やし、確かにね、で仲良い子も割と多いやん、はい、でやっぱちょっと入れ替えってなるとやっぱその若手がちょっとどうしても多なってくるし、うんうん、と余計ちょっとその芸歴の差が浮き彫りになってくるか、確かにな、うん、まあ、芸歴はそうですね、もうギリギリですがね、その知らんし向こうも、うん、こっちも知らんし、はい、どう見たらいいのか分からんみたいな感じになるんですかね、うん、そう、まあその、うん、芸人同士の雰囲気もあるし、うんうん、まあ、平場はないけどな、はいはい、明日は、いやほんまね、会をちょっとな、その安定せな下にも悪いかなっていうね、はい、ああそうですね、うん、もう早上がるんやったら上がるでね、そうそう、確かにその、うん、それはそうなのかもしれないな、かぼちゃん一人で行くのは寂しいので友達が行けたら行きます、うん、あ、どうぞ、いいじゃん、確かにね、一人でちょっと心こそい感じするかも、気まずいやらしいな、気使ってもな、雪のブルームーンさん、うん、はじめましてです、はい、リエさんの喋り好きです、ああ、いい意味で耳に残るいい意味で、あ、いい意味ですね、だいたいいい意味、はい、耳に残るときは、あ、そう、嫌な、耳に残るからとかじゃないんですね、いい意味、ありがとうございま す, です、ね、そうなんですね、ブルームーンさん、よろしくお願いします、あの、またぜひともね、フォローとかしていただけたら嬉しいですけどもね、はい、何やろ、喋り方かな、声、うん、なんかわからない、なんか、あの、声いいなって言われるときはたまにあるんです、うん、でもそのどういいのかはあんま分かんないです、でも風間さんも結構声いいよねって言われますよね、まあそのなんかまあそのもう普通に喋ってる声のときはあんま言われたことないかな、あ、そうなんですか、まあ、その昔高校の声出てたときは、まあ、はい、カラオケとか行きゃもう独壇場やったけど、ああ、うんおじさんやな、もうどこ男女やったけどっていうのがおじさんか、なんかそのおじさんな感じしましたね、どこ男女であったけど、はい、今はもう声出えへんし、あ、そうなんです、喉がね、もう、うん、喉がもうあかんくなってた、いや、その昔は、まあ、野球部やったし、うん、もう声ちぎれるぐらいまで声出して、はいはい、全く声出えへん時期とかあったから、枯れすぎても、はい、でそういうのを経て、まあ、喉強くなっていったんやろな、うん、だからもう声も出てたし常に声出してたから今も別に常に声は出しているものの、はい、大きな声は出さないですよね、そうそう、トーンもちょっと落ち着いてたしずっとね、この13年間、はい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 、うん、っていうのがあるからちょっと徐々に弱なっていったんやろなっていう、はい、勝間さんがあんまはしゃぐっていう姿見たことないですもんね、はしゃぐはまあせやな、ね、何をはしゃぐとするのかっていうのもあるけど、その、はい、なんかあんまベタですけど、あの、うん、ジャンプしてガッツポーズするみたいな、あ、まあそのそういうシーンがあんまなかったというかね、そのなんやろな、喜ぶにしろ、はい、あんま喜ぶシーンなかったな、それで言うたら、あ、なんか静かにガッツポーズしそうですね、その言うたら、まあ、M1 もそうやし、各賞レースもそうやし、はいはいはい、その言うてね、ファイブアップの時も言うてジュニアまでしか行けんかったし、はいはい、それでも飛び跳ねるほど喜んでもしゃあないのなっていう、うん、まあまあそうなるか、そうだって考えたら、これ、はい、なんでやらな、うん、まあみんなで、まあ、堂前とか辻とかでよう、はい、みんな集めて野球してたけど、うん、その時にはしゃぐ、はい、ふざけることはしてたけど、はい、うん、なるほどね、なるほどな、うん、そわーってはしゃぐことはないか、まあ、はしゃぐとふざける、まあ難しいな、難しいですね、うん、ああそっか、やめなきゃ、はい、うん、なんかうん、めっちゃ笑いながら走るとかなんか、うん、いやーみたいな、はい、走り方して、はい、ことそういうなんていうか、はい、そういうことはしてた。なるほどね。まあ、それはしゃぐと。私はよく両手上げてあの左右に振るみたいな、イエーイみたいなのをやりますね。イエーイはやらんな。はい、やったみたいな。なんかこれ多分私一生するでしょうね。腕が、あ、肩が上がるまで。プライベートではやらんかな。平場とかやったら全然。あ、やります。でもあの、あ、長澤君、うん、拍手 ありがとうございます。てるこじさんが、でもネタ中飛び跳ねてましたねって。まあまあ、そう。なんかああいうことは、まあ、ネタ中はするけどね。まあ、板の上ではするというか。板の上とか言わねえ。舞台上でええやん。板です。なんで板で、言い直さんでいいですよ。言い直せ、一発言うたら。あ、言うたら。一発言いました。比較
こちゃん、明日配信で見ます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまにお願いします。松さん、札束。わー、嬉しい、うん。ありがとうございます。はい。こんなスコアも。うわ、ほんまや。いつの間にか。ほんまですね。うん、でもまたどんどんいけたら嬉しいですね。あ、長澤君また拍手。またどんどんいけたら。いや、だって、ね、スコアを伸ばしていったら、ね。伸ばしていけたら、すみません、うん、日本語下手ことない。下手なこと言った。意味わからなかった。センスコア、これみんないけるもんなんや。すごいですね。いや、どうなんやろな。まあ、その視聴数とか多かったりしたらやっぱあれちゃう。ああ、うん、なるほどな。まあまあ、そんなね、気使わずという。そうですね。はい。私はそのスコア目的でやってないですね。聞いてくれたらいいだけなんで。これでボロ儲けしようとは思ってない。ボロ儲けできひんでしょ。そう思ってないんで。ほんまだから、ショールームやってた時とかも、はい、結構やっぱそのリスナーさんが結構労力使うねんな、やっぱ星集めるんも、もちろん課金もできるけど、はい、無料でも星集めたら、はい、結構な数投げれるから、ポイントにもなるからって考えたら、結構その、はい、作戦というかね、はい、何時に1回星投げて、うん、でまた時間貯めて、時間開けて星貯めて、はあはあ、でもう一回またこの時間で他のその応援してないルームの人にまた投げに行って、ならこれたまるみたいな、はいはい、3時間ぐらい準備がいいんだ、満タンにするってなったら、うわもうマジでそんなんもう申し訳ないですね、確かに何返せんねんっていう、逆にな、それでそうしてもうって、はいはいはい、イベントは勝つことできるかもしれんけどみたいな、はい、そんな人も、うん、見に来てくださいっていうのが一番ね。うん、まあでもそっか、でもそれが楽しみだから、まあ、人もいるでしょうね、うん、きっとね、はい、追ってくれるだけでいいっていう、ね、聞いてくれるだけでね、うん、見て笑ってくれるだけで十分なんでね、はい、そりゃそう、それ考えたら YouTube はいいね、なんか、うん、見てくれっていうだけで、まあ、そんな、はい、うん、課金制度もないし、そうですね、うん、なんかあスパチャ、うん、あのスパチャってあれ何なんですか、私いまいち意味わからないですけど、あれは YouTube の生配信用のあるアプリみたいな。こんな感じじゃん。で、投げ銭やろ。投げ銭のライブ。うん、そう。すごいな。で、それやっぱその、結構投げ銭されるもんなんですかね。やっぱ人によるんじゃん。粗品とかもすごいやん。ああ、そうなんですね。はあ。ゲーム配信してるとはまあ、一体するんじゃん、はい。すごいな。うん、だゲーム配信とかやっぱ見ますもんね。ゲーム、まあ、そうやろ。生配信は俺見ひんかな。そのYouTube の動画で見るけど、そっか、その昔のゲームとか、はいはいはい、でも私もそうやな、うん、そのまあ、ゲーム自体あんま見ないけど、その、うん、生配信は見ないですね、あんまり、まあ、よっぽどその好きというか、うん、時間スキップしたなのかな、まあそうですね、うん、時間がねそれで今日も言うたら、そのなんかわからんけど、はい、そのインディアンスがね、はい、スロイジ出ててね、あスローでいい、あ、はい、で、まあ、その同期の紹介出てるのでめちゃくちゃ出てて、はいはい、なんか分からんけどちょっとスキップしたなったもんなその悔しいとかじゃないけど、はい、なんかちょっと見てられなんていうかな、はいはい、おもろかったんやけど、はい、なんかちょっと見てられへんなっていうのがちょっと、あスキップってあのあ動画をそう、まあ、そのテレビの映像を、はい、足をリズムよくあるからいやね、そうですねずっとスキップじゃん、嬉しかったかなと思って早送りちょっと下になったなって、あ、なんていうかな、滑ってたのも見たくないし、まあまあそうやな、うん、ちょっとわかりますね、でかといってそのめっちゃ受けててもなんかどういう気持ちで、そのやっぱインディアンスがめちゃくちゃ、はい、まあ、ヘライのこと好きすぎるから、あ、まあ、そこの温度差もどうなんやろうなっていう、はい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 、受けてたりねんけど全然、うんうん、なるほどな、まあ、変に、はい、その天才やって言われてちょっと、はい、っていうのがまあって、はいはいはい、まあまあでも結果的に良かったよ、ね、うん、なるほどね、みんな楽しくできたみたいな感じだったありがたい、あ、うん、ね、松さんがいつも最高ですって、はい、ありがとうございます、これ見たらなんかありがたいって言っちゃったその字見たのがあるしすぐ口に出ちゃうからでもありがたいですよ、はい、ありがたいですけどさっきヘライさんのね話してたんで途中だしこの字目視して、うん、先にありがたいって言ってしまったなって、はい、全然気にならないです、はい、夢中だったから自分の話に、はい、うん、よかった、そうやったら、まあ、でもなんか、まあ、M1 とかでもなんか、まあ、それはまた違うんか、知ってるからっていうのかな、なんか、まあ、好きやからっていうのもあるけどな、まあ、そもそも短いし、ネタなんかは、うんうん、まあそうやな、うん、今ほんま YouTube ずっと M1 見てるか、うん、
あと、なんか、あれ何見てるんやろ、私いつも。どっか、クッキーさんとか。あ、はい、俺はもうほんま、はい、ルーティンやな。あ、手取り何万の、え、手取り何万で。あ、面白いですか。そやな。どういう生活してんのやろって、他の人の生活 は、うん、誰の生活でも気になるけど、うん、どんな感じなんかなっていう。そうそうそう、なるほどな、うん、だあの私のモーニングルーティンが全然見てなくて。まあまあまあ俺モーニングルーティンちょっとモーニングルーティンでいくわ。ああ、はい、うん、いいんじゃないですか。30秒ぐらいで終わると思う。はい、短っリアルなで言ったらね、はい、うん、短いって、まあ、それはそれでいいと思いますので。まあ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 、はいはいはい、まあ、することないからルーティンというかも、はい、でもあれもね、しましょう、あの加藤さんの一日密着みたいな。ああ、そうやな、はい、それもちょっと取る日決めてな。はい、うん、あとちょっとね、まあ、そうやな、選手もだから YouTube で、はい、あ、そう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 、はい、来週撮るんですけども、はい、撮ります。ちょうど1週間後やな。はい、うん、に撮るのでね、撮影しに、はい、行きますね、うん、それまでにもそこのタイミングらへんで、まあ、他の動画もまとめていろいろ撮れたらなと思うので、一気に撮ってもってみたいな、うん、でしし、はい、が一番ちょっとスムーズにね、うん、いけるかなっていう感じです。ミキミキさん、はい、あ、ミキミキさん、めでたい、あ、ありがとうございます。長澤くんも拍手ありがとうございます。あ、もう時間ももう言うてる前です ね、30秒前か。まあ、はい、や明日、まあ、チケットは、はい、なんかな、まあ、チケット多分おそらくもう完売してる、完売してるの、うん、みたいな感じだと思います。はい、おそらくね、多分皆さんなんかもうチケット取ってますっていう人がほとんどでした。はい、なんか応援してるんで頑張ってくださいっていうお声いただいたんで、ね、はい、配信でも見れるんでね。そうですね、投票はできますから、はい、はい、近子先生からもふー、うん、いただきました。近子先生聞いて、はい、皆さん ありがとうございました。はい、駆け足も駆け足で、いつもね、これね、急にわーってなるんですね。はい、ありがとうございます。コメントがバーってくるからね。はい、そうそう、ね、会話ね、はい、うん、もう急にだって全部読んでたらダダダダってなるんで、はい、まあ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 、楽しかったですね。はい、まあ1週間後というか、はい、この動画上がってる頃にはね、うん、名案は分かれてるんで。ああ、ほんまですね。はい、はい、まあどうだかね、どうなってるかという、はい、もう、はい、一生懸命ふざけるのみということで、来週の配信もお楽しみということで、はい、はい、ありがとうございました。本日は以上です。ありがとうございました。